はい、仕事本当にお疲れ様。次の仕事に取り掛かったら私の声をかけて。あ、もう行けんだ。ジャグジーのあるサロン。あ、ジャグジーがもらえるのか。悪くないぞ。俺、別荘コーディネーター。そうそう。なんか文句ある。投げるよ。いや、ちょっと聞かせてもらおうか。ベストベスト、何どんな感じ、何やろな。電気ポット見ねえな。湯気出しやがって。あ、ジャグジー来てるね。ジャグジーとネイル。あ、なるほどね。じゃあ、ジャグジーのあるお風呂みたいなとこがいいってことか。まあまあ余裕ですね。あ、土地にわかんない？まあ、いいでしょう。うわ、いろいろあるね。わ、これはちょっとテンション上がるな。これ、ルケイチだろ、こんな。あー、こことかもすごいね。季節ちょっと変えたいな。季節を、やっぱ、冬かな？ここにしよう、ここ。やっぱ、寒いところでジャグジー入るのが一番気持ちいいから。うん、素敵、いいじゃん、いいじゃん。早く直接見たい、だしー。お前、ふなっしーだ、お前は。じゃあ、行くか。うん。長ずるい。やっぱ、エステサロンっていうのは、いや気持ちよくね。エステを受けられるのが一番重要なんだから。だからまあ、ちょっと一旦ちょっと、外にしますわ。外にします。だー、ここにしよう。ここも作れるよ、これ。あ、いけるわ、いけるいけるいける。じゃあ、ちょっと、この辺に、これも変えられるんだよね、多分ね、家に。おー、いいじゃん。おー、すげえ。あ、結構、あ、結構あんじゃん。いいね、思いつか。庭で顔作ろう。これをどうしようかな。鼻かなんかにしようかな。これ鼻にしよう。庭で、顔作ります。やっぱ空からのさ、空からの景色で、やっぱ見る。そういうコンセプトで行くわ、俺は。やっぱ、エステは顔だから。結構でも難しいなぁ。あー、でも、なんとなくわかるよ。なんとなくわかるよ。で、唇つけよう、唇。あ、いいね、ほら。これわかる、これ。これ顔になってるから、ここが。結構いいんじゃない？デザイン的には。で、ここ眉毛つけよう、眉毛。輪郭とか、もしかして家具で作った方がいいかもね。意外と。ぶっ最後やなぁ。もう発想の勝負だからね。眉毛、これは眉毛なんていいんじゃない？これ。これちょうどいいじゃん。ローテーブル。黒あるかな？オッケー、ナイスじゃん。ほらほら、眉毛あるだけだいぶ、あ、これ、でもこれで顔になってんな。眉毛あるだけだいぶ人間味出てきたぞ。これ、木とかで髪の毛とか作れねえかな。あー、これいいじゃん。ハピモリっていうのはもう、なんでもありなゲームなんで。野原ひろしみたいな、野原ひろしみたいな顔できてよ。こうやってれば、あー、ちょっとここね、こういう角度もつけると。目がずっとうるうるしてるのがね、可愛いでしょ。うん、これ可愛いとこなんだよ。ちょっとぽくなってきてんだよな。ヤクザのおっさんみたいな。うわー、ほら。お、ほらほらほら、こう見てもちょっと立体的なおっさんできたよ。ほら。これだいぶ立体的なおっさんじゃない？これ。まさか家だと思わんの？こんなの。家だとは思わんけど。この辺なんか、M 人みたいな感じになるように、こうどうかな。これじゃあ置いといてあげるから、ここに。で、ネイルアートセット。これね。こう、ピアス。ピアス。これで。ほら。ピアスつけといてあげたから。ほら、もう最高じゃん。最高に可愛くなってきたよ。こんな、いいな、こんな庭。これ理想の庭だな。寒いから。ちょっと血色がね、悪いんだよ。あ、天気とかもこれ変えられるんだね。これ、じゃ恋しとんのか、みたいな。目がハートマークなのかって。あー、でもまあまあいいんじゃないですか。じゃあ家の中作りますか。まあ家が重要だからね。鼻の中だから、要はここ鼻水ってことだからね。だから鼻水ブルーにしとこう。これな。やっぱお客さんは、俺、すいません。お客さんの要望忘れてた。エステサロンに住みてえみたいなのみたいな。だから俺はやっぱエステの要素は作んなきゃいけねえんだわ。それ忘れてたよ。だからまあ、まずはね。でもエステサロンって言ったら、ベッドですよ。でももうごめんなさいね。真面目に作っちゃいますよ。いいですかこれ。ここも前座で選んでいただくから。お前キティちゃん好きそうだから。キティちゃんにしといてあげる。まあ、こういう感じで。極上ですよ。やっぱ、香りが重要だから。香りはここよ。こっから、まあ、香るから。芳香剤とか、いろんな混じった匂いがあるんだから。やっぱ香りは重要ですからね。で、やっぱ、こういうスクリーンとかでね。でもスクリーンとか結構重要かもしれない。まあこういうのなんかエステサロン、俺の想像上のエステサロンだから、ちょ間違ってたらごめんなんだけど、
まあこういうのあるよね、エステサロンって言ったらね。おい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 、エステ、これがエステじゃないですか。エステじゃん。なんだなんだ。エステサロンは、まあ最初にやっぱ鏡とか見て、自分の、まあ、体型とか見るやろ。多分俺の想像上のエステだから、間違ってたらもうすまんです。鏡っていうのは、まあ、合わせ鏡をすると、まあ、ちょっと異界につながってしまうというか、合わせ鏡にしとこう。うん。鏡合わせとこう。な。じゃあ、エステで、まず体を清めて、それでそこのところで、まあ、寝て、施術をしてもらうっていう感じにしようか。だから体をまず洗うとこな。うん。作ろう。うん。ここにな。だここで体を清めてもらうから。ちょっとこれを置いとくか。おー。おー。なんだこれ、ちょっとじゃあアラビアあたりのなんかね、低所得者層の家みたいな。バトルちょっと入れるか、対戦みたいな。ちょうど向かい合ってるから、エレフィンとここ、ね、パトラバチバチにやり合ってもらう。ポケモンバトルみたいなの作っとこうか。エレフィンのこれや、電気ショックみたいな。ほら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 、パトラパトラどうする、どうする、パトラは危ないぞ、食らったら効果抜群だぞ。だがここに壁掛け蝶々を壁掛け蝶々をガードじゃ。あ、壁掛け蝶々をガードしとけ。でで、アロマポットか。アロマポット、アロマ炊く、これ炊くか。何なんだこれ、もう収集がつかなくなってきたぞ。じゃあそういう時は天井からつけていこう。結構悪くないね。あ、悪くないぞ。結構おしゃれじゃん。うわ、これいいじゃん。よくある壁あんじゃん。よくある壁あるのはちょっと知らなかったぞ、これ。いや、一気に怪しい店になってきたよ。一気にすんげえ安そうな店になってきた。安そう、これ。だからもうエステとは名ばかりだから。アパートの一室でやってますみたいなね。だコンセプトはアパートの一室だ。アパートの一室でやってるっていう。あ、そういうコンセプトで作っていこう。あ、これいいじゃん。これは近所のリサイクルショップで買ってきたやつだから。ちゃんとドリンクもサービスするよ。こんな洒落たのないから。もうドリンクはもう、それもペットボトル飲料だ、お前。これ、わけわかんねえやつ。うん。わけわかんねえやつでしょ。色も、このわけわかんねえやつ。東南アジアで売ってるようなやつ。キャンドルと、もうこんなのもディフューザー買う金ねえがキャンドルだな。で、なんか施術してる人が、こっからこうやってやるでしょ。だから、ここにテレビ置いとくんだよ。で、それは、エステティシャンの方がテレビ見るから、ここでね。こうやって。で、横には、まあ、そのエステティシャンの人がね、まあ、いろいろちょっと使うから、アンティークな、このミニテーブル。ここで、まあ、この辺ティッシュとかね、置いとくといいんじゃない？あら、悪くないよ。だからちょっとここら辺もなんかっぽくしようか。なんか置いてある家具とかもっぽくしようか。だからこれ時計だよな、まずは。この無機質な時計。で、謎のポスターね。謎の額入りポスター。何書いたのかよくわかんないってね、このポスターにしとこう。一番安いフレームだから。メニュー表だよね、メニュー表みたいな。何書いてあんのか、もうお客さん読めないよ。で、ケキヤマンハラじゃかけとくか。安いんだよな、全体的に。めちゃくちゃ安っぽいな。だこれとかもガラスのキャン、雰囲気出すためにこういうとこに直置きしちゃうんだよ。この間になんか道みたいなのをこれ作ってんの。雑誌とかね、多分読んでるだろうから。わけわかんねえ、多分雑誌。こういうのにしょ、トラベルガイドだろうな。こういうの、こういう横とかに置いておくとちょっとリアルだから。まあでもこんなもんかな。まああと、これは結構、電光掲示板ってここで使えるようになるの？あそこ買ったやつ。オープン入れとくか。うん。この怪しいやつ。電光掲示板いいじゃん、これ。うわぁ、これは怪しいわ。あ、このクズカゴを使うだろう。うん、ラタンのクズカゴね。やっぱここでね、施術してる人が、こういうのが捨てたりするからね。あー、でもいいなぁ。結構、しっかり作られてる感じがするよ。で、これはやっぱ入り口の近くだろうな。うん、こんな感じでしょ。うわぁ、すごい。だいぶでもできてる、世界観は。あとは、これ、悪趣味な服な。これもう、こんなのもそう。匠ライフのムームーなんかもそうだよ。これはもう、だいぶ、出るんだから。東南アジア感が。だからもうね、まあ、スレスレだろうね。まあ、多分、そういう、営業の認可とかは取ってないだろうね。
この店は。この感じは。この感じは確実取ってないぞ。ここもちょっとトイレもちょっと変えとくか。ここトイレにしとこう。うん、で、この上になんか、ぽいもの置こうかな。一個だけ。ああ、でも、雰囲気がちょっと出てきてる。だいぶ雰囲気出てるぞ。こうだろう。これはちょっと行きたいですね。ああ、これは行きたいですね。このお店は。で、まあ横っちょあたりに何かしらを飾っとこうかな。まあこの辺だろうな、うん、タペストリーだろうね。なあ、そこの、要は、オーナーの人が趣味でタペストリーを作ってんだよ。これ作って、これはメルヘンの、こういうの作ってるから。うん。だ、要はこういうのは全部手作り。これパーティーの飾りとかね、これ飾っとくと。うん、これがおしゃれなんだから。まあ少しばかりのね、もう本当に少しのおしゃれだよ。まあ、こんなもんかな。アクセントウォールつけてみるか。アクセントウォールここだけに貼ってみようかな。ちょっと待って、ガチじゃん。これじゃない、これ。できた。あー、できたできた。あー、見ろよこれ。お前がエステサロン生きてしてたから、あー、エステサロン作っといてやったわ。高級エステサロンですわ。見てください。いや、素晴らしい。極上のエステサロン、素晴らしいね。極上ですわ。これはいい施術してくれそうだね。すごい、もう腕は確かだから、ここは。うん。いやいやいや、いいじゃん。こんなところでね。いや、プライベートなエステサロンですよ。うん。1回の施術に980円でやってくれるから。うん、日本円で980円でやってくれるからね。破格だよ。うん。うわ、いいじゃん。いやー、楽しそうだね。こいつも幸せそうだわ。いや、もう最高級コースは1980円でいけるから。今日は調整になってよ。またテンション上がりまくっちゃった。ああ、そうだろう、まあ。ねえねえ、よかったら完成おめでとうってことで、別荘の記念写真撮るか。ああ、いいよ。そんで、お客様に撮影した写真のことなんですが、当然、出会った物件の写真の指定して。施工事例。マジか。作った的なやつ。じゃあ、この人には、やっぱこのお店の人っぽい感じにしてもらって。エソちゃんはちょっとここのお客さんみたいな格好しようかな。怪しすぎだろう。怪しいな、このお店は。あ、こうしようかな。うん、このアングルでいこう。これで OK かな。あー、写真撮れたよ。あー、これ見て、こんな感じで。わー、超いい感じ。エソさんのおかげですっごくいい思い出ができてるよ。あー、いいの。お前ちゃんと、お前国にバレないようにやれよ。こっそりやれよ、お前。な、うちが関わったって言うなよ。ここ作ったの。お前、それで、問題起こすなよ。マジでな。うん、お前、不法滞在なんだから。気をつけろ、お前。もうビザ持ってねえだろ。いやー、疲れたわー。できたよー。まあ、余裕っすわ。あー、もうバッチリバッチリ。まあ、そうやろ。毎回6000、どんなに働いても6000ポキか。変わらんのが、ここは。あ、写真これ見る？これ。じゃあ見せてやろう、これ。あ、なんか来た。あ、作ったんだ。出た。闇のシステム作った。極上のエステサロン。こんなん宣伝使うの？大丈夫？この店。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録。高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。